北条津八万宮は富山県伊水市岩田町に所在する神社。旧社格は賢社。祭は神は王人天皇。愛殿に任徳天皇を祀る。宗氏は天平十八年と伝え、腰中守大友やかもちが宇佐神宮から誕生したと伝える。町の宗者としての地位は鎌倉時代に同地が守護所所在地となってからと考えられる。現在の社殿は、 大阪城西丸の修復に当たった高瀬佑太郎が棟梁となり、文久3年に再建。特殊神事として9月30日の玉迎え式に始まり、10月1日から3日にかけて行われる霊大祭で北上津の地名の由来となった北上会富山県の無形民族文化財である引山神事、月山神事がある。神宮寺は、 境内北側にあったマンダラ寺と推定されている。現在の社家は大友市。10月1日の引山神事に続き、例大祭が行われる10月2日には、境内にて古代信仰の形態である月山神事が行われる。法上津の引山はこの月山神事を移動できるように発展させたものと考えられており、月山の起源は、 よくわかっていないが、江戸時代初期より行われていたことが1721年の東、八幡宮記録や月山頃電気に記録されている。また2014年9月には、社務所で江戸時代中期の1764年の月山に、使用された約2メートルの表具を施したのりとの巻物が発見された。88行にわたり、のりとが記されている。 なおこの行事は1982年1月18日に、富山県の無形民族文化財に指定されている。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。その後2021年3月11日には、引山、月山行事を合わせて、北条津八万宮祭の引山、月山行事として、国の重要無形民族文化財に指定された。 9月30日夕方、境内の高い松の木に、神霊を海よりお迎えする魂迎え式が行われる。10月2日の霊大祭には、境内の高い松の木の西面に、幅7.2メートル、奥行き3.6メートル、高さ2.7メートル上下2段の雛段様式の臨時の月山を設け、下段の四隅には、それぞれ面をつけた、仏門守護の四天皇、持国天。 造長店、項目店、多門店を廃止、上段中央には、東波府屋根の神殿の上に、騎女の面に白髪を振り乱し、禁断の打ち掛けを羽織り、御手倉を取り付けた、長い竹竿を持った主神である馬神を祀る。また毎年、飾り人形といわれる越中に、ゆかりのある人物人形も飾られ、神霊を、松の木より月山に迎える神事が行われる。 また社殿ではこの地区の地名の由来となった北上会が行われる。なお、築山行事が終わると、馬神が暴れるとされる言い伝えにより、築山は大急ぎで解体される。北上会は2007年に、と、山の文化財百選に選定されている。この築山行事は、能登にある、伊劣岐山の伊種流、紀子神社でも行われていたが、明治期に廃絶。 富山県内でもここっぱなし精神やわたぐうと、明治期に休止となり1956年より、復活し、富山県の無形民族文化財に指定されている、高岡市の二条井水神社で行われているだけであり、全国的にも珍しい行事である。なお三箇所の主審の見た目から、北条津の足なし、二条山の手なし、いするぎさんの口なしと言われてきた。大友やの 松尾芭蕉の句碑、瀬尾律姫を治める建屋がある。ありがとうございます。